よし、じゃあもうこの美熟子どもを倒すためにこの島の海賊と仲良くなりてえなっていう感じですね。だから目的地はここなんだけど、まあその過程でこういう未踏の地にも寄っていこう。行くとせも父の死から目を背けてきた。またしても逃げるとあらば幻影は膨らむ。急に幻聴。己一人で父の死と向き合えるのか。あの毒の影響だな。血を貸してやるぞ。大高様の声。魂を常闇に沈めたくはなかろう。幻まだ聞こえるか。何こういう発作たびたび起こんの。こうやって急に。ちょっとソラ来て、一人にしないで。ちょっと落ち着こう。尺八吹いて落ち着こう。急だったな。いい加減にしろよ。で、なんて言ったんだっけ。あ、そうそう、未踏の地とかに寄りながら海賊のところを目指そうねっていう感じですね。落ち着いた？落ち着いたかな。よし、行こう。こういう大冒険も久しぶりだね。風が吹く方に行きましょう。突発的に起こるんだな、ああいうの。稽古台じゃん。また新しく出てるんだね、こういうのも。対馬で散々やったけど、息でさらに腕を上げることができると。はい。あ、いけるか、これ、ノーカットで。やったー。これ、実況中にストレートで成功させるの初めてなんじゃないの、もしかして。いつもどっかで引っかかってたから。目的地が見えましたね。これは、苦悩の記憶。え、こんなん初めてのことでは。対馬にはなかったやつか。鹿かわいい。これ写真撮れるかな。近づいても大丈夫かな。あ、やった、ツーショット撮れそう。嬉しい。カメラどうやって下げんだっけ。こうか。あ、こんなに接近できんの珍しい。これがこういうスポットだからかな、苦悩の記憶っていう。ここで何かを思い出すらしいけど。あ、いいツーショット。この鹿動かないのかな。空も入ろうよ。3人で撮ろうぜ、写真。うわ、いい。いいぞ。うわ、いい。ちょうど天気もいいね。まあ、写真モードでは天気変えられるけど。あ、なんか、久しぶりにいい写真撮ったな、ちゃんと。よし。じゃあ思い出しましょうか。苦悩の記憶っていうからあんまり思い出したくないことを思い出すんじゃないの。ここは戦場だった。息特有の場所だね。思い出したくもないな。この地での記憶を思い出すってことか。ジン、怪我はないか。あ、足立殿。これで勝ったと言えるのか。あ、若き頃のジン。石君のと坂井家の鎧着てるわ、足立殿。ゲーム冒頭でハーンにこんがり焼かれたことでおなじみのこんがり足立。足立殿、私は喜び勇むべきでしょうか。勝ったとて勇む道理はないぞ。こんな幼い頃に一気に来てたんだね、ジン。あ、まあでもそもそもそうか、父上が殺された時の記憶が一気なんだから、そりゃそうか。足立殿も来てたんだね。酒井殿を。塔は超えておりました。いや、私らも甲を残したいものですな。甲を残す。戦は海賊をかくまった者どもへの戒めに過ぎん。ああ。島の人を切ったってこと？これは父上がこの地の人に恨まれるきっかけなんじゃないの？戦の作法すら知らぬ。これ父上だ。黙れ父上。父上。こやつと話してまいる。足立殿。あ、写真撮れる。ごめん、ちょ、話ぶった切っちゃって悪いけど。父上と写真撮れんだ。皆に飯を。これ貴重なことじゃない？おお、いい写真撮れるぞ。マジかよ。え、これすごいことじゃない？若き日の陣と父上のツーショット。
取っとこう。まあそれ言ったら足立殿も貴重だけどね。足立殿どこ行った？え、父上についていくの？うん、海賊をかくまったもの、あー、あれとかそうなのか。うわ、こりゃ恨まれますね。海賊をかくまったものを切ったって言ってたけど、この行いがきっかけで侍が恨まれることになるんだね。父上、この戦は。父上どこ行った？いたいたいた。あやつらは海賊をかくまった。だから村の者を全て殺したのですか？うわ、いささか分別がなかったが、始めたのは向こうだ。そのせいで今苦労してんだな。父上のおかげで今苦労してますよ。私が切ったのは。お前が切ったのは罪人だ。見事であった。思いがけもないほどに。父上、地頭殿のご下旨に従ったまでだ。誉れおじさん、誉れおじさんの指示なのこれ。顔を上げろ。お前は戦士だろ。誉れおじさんこと志村のおじき、誉れおじき。ここまでするかな誉れおじき。こんなに殺せとは言ってなかったんじゃないの、わかんないけどね。父上が生きていればクロードを認めただろうか。あ、鹿まだいる、かわいい。行っちゃった。クロードを認めたかな。そうだね、今となってはわからないけど、志村のおじきほど誉れ誉れ言ってる人ではなかったんだよね、確か父上って。ユリがそう言ってたような気がする。ちょっとあれ、ソラ一人にしないで。志村のおじきよりはクロード寄りの考えだったのかな父上は。でもこういう場所が各地にあるんだ。今苦悩の記憶完了。こういう場所が他にもあるかもしれないんだね。これ大事なことだな。これはなんかあんまり動画撮ってない時に俺が勝手にやっちゃうのはばからかられるな。じゃあ次ここに寄ってみよう、未踏の地。その後海賊だね。行こう、そら。すっかり夜になっちゃったけど。うおー、人倒れてんじゃん。おー、いるー、もうこいる、もう見つかるいきなり、うわ、見つかった。いきなり姿見せちゃったじゃねえか、ふざけんなよ。うわ、来たよ、しょうがない、やるか。でけえのは、月の方ですね。月の方。おぶねえな、おら。いでえ。残りはあいつだけかな。いつまで逃げ、ちょい、今邪魔すんな、狙ってんだから。おら、何の話してんだよ。見殺しにした時、正面漏らしたの俺。邪魔しやがって。こっちです。嫌だなこれ。ああ、生きてる、よかった。助けられる人が一人でもいて。ああいう邪魔されんのか、たびたび。命拾いしたな。ありがとう、助かった。次に会った時には一杯おごるよ。さあ早く逃げよう。クロードの名前を広めておくんだぞ。よし。お、なんか人がいる。ここが目的地だけど。嘘を伝えればいい。ああ、弓の修練。もし腕に覚えがあるならばこっちへ来い。海賊だって。こいつらも侍のことは嫌ってんのかな。弓の訓練ができんのか。どこ狙ってんの。あ、なんか撃ってくれなくなっちゃった。おう、目離したら撃ってくれる。まあいいや、話しかけてみよう。戦いたいのか。さあどうかな。あんたは猛虎の敵か味方か。敵だ。それだけ知れば十分。侍がまた来た時のために修練場を作ったんだ。侍いるけどね、ここに。来たのは猛虎だったかな。侍も来ましたよ、今。すべての灯籠を素早く射抜くだけだ。ほう。馬上から幾人もいてきた。灯籠など増さないな。大丈夫か、そんなでけえこと言って。当てりゃいいだけじゃない。速さも肝なんだ。
いつでも弓を取れ。なるほど。ちょっとここで恥をかくっていうのは石川先生の顔に泥を塗るのと同義だからな。本気でやろう、石川先生の弟子として。ちょっと弓には手を抜けねえよ。時間も大事って言ってたから、多分なんかターゲットを時間内に射抜くみたいなやつでしょ。ただよりの装束の方が有利だよね多分。あんま関係ないのかな。あ、でも集中の制限時間が増えるから集中モード使っていいんだよな。使っていいと思うんだけど、やってみよう弓の修練。はい、始まりました。この光る灯籠を次々集中使うか。集中使った方が、うん、時間の経過がゆっくりになってるから。よし、しまった。あー、しまった。これはちょっとのミスが命取りになるな。集中もう使えない、もう使えないか。いつまで耐えれ。よし、どう。あ、5分をもらえた。集中の5分。あー、集中の制限時間が伸びる。まさに弓用のアクセサリーだね。これ初めて手に入れるもんか。あ、初めてだ。あー、弓の修練完了すれば5分が強化されるって書いてあんね。今は 0.1 秒しか伸びないけど、めちゃくちゃ使えねえじゃん。今んところ集中の制限時間が 0.1 秒伸びる。この効果がどんどん増えてくって感じかな、修練をクリアするごとに。なるほどね。悪くはねえが、よくもねえな。7秒以下なんて可能？いける？7秒なんて。そうだな、的を侍だと思え。俺も侍なんだけど。侍嫌われてんだな本当に。なるほどね、今までになかった修練の場所も増えてる。巴の仮面をつけてるからには最高のランクになりたかったけど。あ、これ必要だったな、弓取りの5分。これつけてなかったわ。弓を引く速さと矢を使える速さが 15% 上昇する。これ2つ持ってるから、これ2つともつけときゃちょっと違ったかもね。弓を引くのが速くなるから。で、かつこのさっき手に入れた集中の5分、まだしょぼいけど、これをちょっとずつ強くしていけば上のランクも狙えるようになっていくのかもしんないな。なるほど、まあこれはそうだな、動画撮ってない時に俺が勝手にやる感じでいいと思うけど、今までになかった修練もできるようになってるって感じね。お前ほどの馬はいない。お前ほどの馬はいない。馬への愛が強すぎんだよなこの人。うん、じゃあもう次はここ行こう。海賊の帰還。一人で猛虎に立ち向かうのは無謀なので仲間が欲しいって感じだよね。ただおっと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 、危ねえ危ねえ。ちょっと回り込んでいこう。お、誰かいる。槍川の陣。あ、これ天蔵か。まさか来るとはな。行くって言っただろうが。何がまさかなんだよ。この人に話しかけりゃいいのか。天蔵、何があった。ここに住んでた友人だ。あら、仲間にしようと思ったが、ああ、猛虎に先を越されちまった。悲しいね。せめて埋めてやろうと思ってね。少し待て。手を貸そう。知らないやつだろう。構わん、桑をくれ。ふん、好きにしな。こういうとこだよな、陣のいいとこ。で、海賊とどうやって仲良くなるんだろうな。天蔵も海賊ってことではないんだっけ。来世では幸せにな。仏教を知っておるのだな。ああ、見くびるなよ。仲間に引き合わせるという話、心を決めたか。仏教ってみんな知ってるわけじゃないのか。ね、毒はまだ回ってるんだよな。ああ、めちゃくちゃ幻聴聞こえます。仲間の元へ連れて行け。俺が皆を特進させよう。はあ、こりゃ参った。先は長いぞ。遅れるなよ。うん、仲間の元に連れて行けって言ってたから。俺たちの隠れ家。天蔵自身も海賊なんだな。
今は猛虎から守ってくれてる。侍を連れることに心がかりは？そりゃあるが、人では多い方がいいだろう、うん、隠れ家では気をつけな。堺の襲来以降、侍の嫌われっぷりと来たら蛇でも歯が立たないほどだ。堺なんですけど。堺の襲来だと。あの人斬りは島に秩序をもたらせると思い上がりやがった。父上のことか、あの人斬りって。かったか、さっき見たやつだよね。いい大勢死んじまった。口を慎めとは言えねえよ。どちらにも火があったと聞くが。嘘ではないな。それが戦ってもんだ。ああ。でもまあ父上はやりすぎてたって感じしたよね、さっきの映像だと。嫌われてんなこれ。堺って知られたらえらいことになるな。この先に隠れ道があるんだ。はいはいはい。猛虎。道が見つかった。あんたのお手紙拝見といこう。お、得意ですよそういうの。何人か固まってる。あ、猿いんじゃん。猿かわいい。ちょ待って、どうしようかな。こういうのは爆竹かな、いつもの。この誉れバチバチで人を引き寄せて、ほら、誉れ爆弾で片付ける。来た来た、集まってきたぜ、マヌケが。ソルゲー、気持ちいい。あ、やべやべ、まだ生きてる。まだ生きてるやついたな。え、これバレてる？これバレてるか？あ、やべやべやべ。あ、でも怪しまれてはいるけど、完全には見つかってないな。うん、今の爆弾で何人かは誉れ爆破したけど、あとは残ったやつを一人一人片付けてきゃいいか、闇討ちで。あ、その棒を持ってるやつ、あれ術師みたいなやつじゃないの。いただきまーす。これでバフはかからない。あとそこのやつら二人とも後ろ向いてんな。いけそうだね。連殺。これは鮮やか。見た今の天蔵。あ、まだいんの。今の全員かと思ったけど。道が塞がれておる。終わりでいいの。負荷の計らいだ。負荷。もしよそ者に見つかったら。サメか。入り口を塞いでそいつらを殺す。一人残らず。ここが入り口なの。仲間の客には寛容であればよいが。楽しみにしておこう。他の入り口は。確か海辺に。だが幼い頃に使ってたもんだ。残ってるかな。行ってみよう。あ、このルートじゃダメってこと。こやつは今殺したのであろうな。びっくりすんだよ。息に渡った父の牢と猫身を襲われ喉を切られ血だまりの中で死んでおったぞ。黙れ。ジン、どうした。いや、ちょっとね、今頭の中にうるせえの飼ってるから。まあこいつらはここをこじ開けようとしてたんだね。塞がれたこの入り口を。で、別のルートで行こうって感じだ。いや、ちょっと頭ん中の大高様うるせえよ。大高の声が聞こえた。急に来るんだもん。心の内で聞こえるのか。そうなんすよ。俺が計らずも頭に浮かべた言葉が大高の声で脳に直接語りかけてくんのよ。好きなのかな、ジンのこと。好きなんじゃないの。入り口まだ。すっげえ崖まで来てるけど、合ってるこれ。この道武士では見つけられんわけだな。侍から免れた唯一の砦だぜ。はえ、猛虎も見つけられまい。すっげえいい場所だな。写真撮りたくなるよねこういう場所でも。まあ今はいいか。渡れねえよ。常に道はある。お侍は言うことが違うね。よく滑る口だな。褒めてくれんな。あ、これはタカフックでしょう。タカ、ああ。R2 長押ししてる間に L2 押さないとダメなんだ。話しちゃった今。
いけー、やるな。俺にも一つくれ。これはな、贈り物なのだ。そう、もう作ってくれた人いないのよ。友からの悪いこと聞いた。そうだな。でもなんかこのフックが役に立つと、タカのことをいちいち思い出して、悪くないね。素敵なものを残してくれたね。ほんで、こっちでいいの？うわ、まだある。おいしょ。まあ気にすんな。え、他を探せ。なんでちげえのかよ。これもうほんで天蔵は本当に仲間なわけでしょ。ジンと一緒に来てなかったら天蔵中入れてなくて、かなりめんどくせえことになってるけど。いいの？いけるかな、そっち。あ、いけそう。こっちから。よいしょ。そんな侍見たことないぞ。お主も登ってこい。まあ、後ろから開けてあげればいいんだよね。あの、わあ、危ねえ。ジンさん。じゃあ今だいぶ無茶しなかった。これ正規ルートか。今の合ってる。長押しで開ける。いや、なんか今違ったよな。なんか違ったよね。本当は何、どうやって行くもんだったの。一回死んだけど。俺たちの船を狙ってる。うわ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 、えげつな。うわ、沈んだ。仲間だ、隠れが。これで4艘の船が沈められた。そっか、これはますます力を合わせないといけないね。侍だろうと受け入れてくれるといいけど。ここ、よいしょ。ここを通れるはず。うん。あ、なんかこれもフックか。これはフックじゃなくてもいいんじゃないの。フカとはどこであった。タカフックを自慢したくてしょうがないんだな。サカイトリデか。ひどい飯だった。首はつながったまま帰れたが、他の客は全滅だ。結構ギリギリの戦いをしてるんだな。じゃああんまり状況は良くなさそうだね。間もなくだ。こやつは罪人の末と引き込むつもりだ。うるせえな。殺されるぞ、愛しい父のように。頭ん中の大高様、うん、まあ侍のこと嫌いって言っても、今本当に遠ざけたい脅威は猛虎なんだから、そこはちゃんと手を組んでくれるでしょう。猛虎を倒すという大きな目的で繋がれるんじゃないの、いくらなんでも。まあでも頭の中の大高様がそう言うってことは、引き返すことはできない。ジン自身が次第で俺も死ぬ。気になってることなんだよな、多分。肝に銘じておけよ。任せて。後悔はさせん。いらぬ心遣いをするな。後悔はさせん。よし、うん、その様子なら心配ないな。離れるな。あと太刀も抜くな。あんたは黙ってりゃいい。いや、黙ってられる人じゃないんだけどな、この人。心しろ。余計な口挟んでややこしくしたりしねえかな。正直者だからね、ジンは。天蔵？戻ったのか。そいつ侍じゃねえか。わかります？頭に伝えるから待ってろ。いや、俺が行く。仕事に戻れ。侍、悪さすんなよ。何人猛虎殺してきたと思ってんだ。対馬で。まあそうだな、クロードの噂がこの島にも届いてれば話が早かったんだろうけどね。ここでは誰もクロードを知らないから、信用してもらうのに時間がかかる。気に入られろっていう感じだな。そうすりゃ周りもおとなしくなるさ。もし子孫じたら、縛られて海に落とされたやつもいれば、船に吊るされて鳥に食われたやつもいたな。侍だとどうなるかね。なるほどな。どうやったら信用してもらえるかな。こいつらも毒を盛られて、あ、病んじまったんだ。天蔵、汚れてない布はあるかい。俺の着物を裂いて布にすればいい。ジン行くぞ。ちょっと幻聴が聞こえる程度で住んでるジンがおかしいんだな、これ多分。みんなこうなってんだもん、ええ、そんなこと言わないでくれ。ちょっと幻聴聞こえる程度で住んでるからね。貸してやってる。福
負荷だ。悠々と見下ろしてら。天蔵、さっさと上がってきな。今行く。いいな、笑顔だ。侍の矜持は忘れろ。一番苦手なんですけど笑顔、この人。あの人がここの頭ってことか。あの人にさえ気に入られれば、まあなんかうまくことは運びそうだね。深さんか。ちょっと無視ない。あー、安定しちゃった。どういうつもりだ天蔵。なあ、聞いてくれ。聞くとも。ほら、なぜ侍なんかを私の家に連れたのか言い分けてみろ。戦えるやつを探してただろう。私らと共に戦えるものだ。その首が狙いなら党に取っておる。ジン、うわ、お前は黙ってろ。余計なこと言ってる。この侍の弁明楽しく聞けそうじゃないか。もう子供は対馬にも襲来してきた。今大高を息で止めねば、あやつの毒でさらに蹂躙されてしまう。共に大高を倒し故郷を守ろう。力を貸してくれぬか。正直な気持ちだよね。何一つ嘘はない。天井、お前の客だ。何とか言え。助けになるか、または猛虎の槍に疲れるか。死んだとしても侍を殺したと自慢すりゃいいさ。俺たちに失うものはない。うん、交渉の。よし、よくわかった。手札としては。お前船に酔うか、うん、悪くないカードを切ったんじゃない。次の大風の時、総掛かりの船で猛虎の戦船を襲う。仲間が命を落とすだけだ。俺が船に乗り込み沈めてみせよ。まあそれが一番信用されるな。力を見せるっていうのが。こいつたわごとを抜かしてるぞ。実際やってきたからね。それを。いや、一理ある。俺たちじゃ戦部でも近づけないだろう。だが数日おきに島から出てる補給船なら。その船を奪い戦部に乗り込めばよい。なるほど。やれるぞ、ジンは。うまくいくと思うならお前に任せる。男手が欲しい、ジンも含めてな。いいだろう。補給船は島の北東に止まってる。崖に囲まれた入り江を探せ。そこで会おう。深、恩に切る。足をすくわれないようにしな。うん、悪くない印象を与えたような気がする。余計なこと言うんじゃねえかと最初思ったけど二人ともいい立ち回りをしたね。天蔵とは仲良くなれそうだな。お、広まったぜ噂。お、若き日の陣のシルエットなんだあれ。よく見たら。この島にもクロードの名前を轟かせるわけだな、最終的には。で、新しい護符、一度で拾える矢針の数が倍増する。あー、なるほど。まあ今は使うことないかな。じゃあここがちょっとした拠点になるのかな、ジンにとっても。うん、海賊の住処。まあでも多分今んとこ猛虎と差し違えて死んでくれればいいくらいに思われてんだろうね、深からは。でも天蔵はジンの実力を見たからな。うん、実力さえ示せば、まあちょっとずつ信用されていくんじゃないの。ここにもあったか、未踏の地で。次の目的は、あ、これ伝承か。ここにも伝承あんの。へえ、猿神の鎧だって。新しい鎧が手に入るんだ。あ、伝承とかはここにはないと思ってたんだけど、ちょっと次回やってみようか、伝承クエスト。で、次の目的地はここですね、槍川の陣。実力を見せつけてやりましょう。じゃあまた次回よろしくお願いします。ありがとうございました。